はい、皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。カメラマン池田くんです。はい。今回ね、スピーカー、だいぶ古いスピーカー、JBL の L220。ね、L220。これがね、付き板がね、結構ね、傷で、ちょっと気になったんで、直してみようかなってことで、まあ、だいぶ前から画面上には出とったと思うんですけど、今一応剥がして、で、今、結構ね、サンダーで、はい、一応表面は結構ツルツルになっとるんで貼っていこうかなと、はい、ね、よみがえらせようかなと。そうですね、はい、今月板が買ってきて、はいはい、まあちょっとやってみますわ。はい、うん、でちょっと準備します。はい、もうこれ今度、はい、初めてやるんだ、まあ、怒らんといてくださいよ伸ばしますけどね、どの程度かね、分からんしね。そうですね、寸法はもう切ってあるんで、はい、思い切りましたわ、剥がすかどうかはね。ああ、そうですね。けどまあ、自分で遊びのつもりで、はい、あんま売るつもりなかったんで、はい、売るつもりなかったんですけど、でもなんかこれ決まりそうなんでそうですね、ちょっとね、はい、ちょっと使いたかったんですけどね手かけたらね、売ったらなくなると思うんですけどね、はい、しゃあないですね。まあ、大事にしてくれる方のところに。そうそうそう、これ端っこも大事だろうね。ああ、そうですね、カートというか。昔のやつか分からんけど、はい、弱いんですよね、下とかの。ああ、カートですよね、はい、なんていうかな、パーチクル、ボードパーチクルボードっていうんけ、はい、あの下のえぐれたところもちょっと直したり。そうですね、しとったんですけど、はい、まあ、最近はあの MDF っていう素材が出てきたおかげであれですけどね、うん、そう、パッチクルボードってちょっと荒いんですよね、うん、はい、荒いんで、あれなんです、ボロボロってね、はい、一応補修はしましたけど、どの綺麗にしてなんかな、貼ったらグイーンって感じ、うん、まあ分からんけど、まあ、角は結構そうやってちょっと細かくやっといた方がいいかもしれないですね。足りる前にやっとこう。はい。時飛ばし。はい。時飛ばし。はい。はい。まあ、ちょっと汚いですけど、多分これでいくと思います。これ切ったですね。はい。ちょっと貼ってみるね。初めてやるからね。はい。全然大丈夫やね、結構ボコボコなんだと思ってね。タッカさんすごいですね。まあ、カバーね、そうですね、保護フィルムが貼ってあるんで、剥がすとまた変わりますよね。ですけど、バンバンじゃない、はい、ね、シールちょっとなんかね、はい、貼り付けるか、はい、ガムテープかな、はい、余剰テープかなんかで
時飛ばしますか。時飛ばし。反りがあるんでね。はい。ちょっとテープ押さえます。あんまりない。はい。面白かったからね。はい、これ剥がすの楽しみですね。はい。次もちょっとボンドを多めにしようかな。そうそうですね。だけやっとじゃ。はい。大丈夫でしょ。そうですね。この間。貼っとくといいかもしれないですね。見たくないな。そうですね。こんだけうまくいくとちょっと。まあでもまあ大事にしてくれる方のもとへ行けばまあ、まあこういうものは使ってあげる方が絶対にいいんで。最近大工仕事ばっかりしてるな。そうですね。そうですね。はい。はい、止めます、うん。はい、反対側ね。そうですね、結構やっぱ面積あるんで。そうですね。リスト業者じゃないからね。そうですね。自分でするってところはないかもしれないですね、多分ね。はい。まあ、いいんじゃないですか、こういうのも。チャレンジ。そうです。これだけやったら、さっきより感覚狭いし。はい。切りますよ。はい。はい。はい、止めます。多めにちょっとしとるんですけど、はい、端っこがね、多分剥がれやすいかもしれない。
初めてやるからね。そうですよね。こんなちっちゃいのね。もっとでかいのなかったかと思うけど。あるもんでやってる。あそこがまたリアルな感じで。まあ、結果、はい、結果次第だね。ああいや、最初ね。はい。最初、さすがに僕も不安ありましたよ。ああ、はい。やるにあたってね。はい。でもね、やれる。はい。ね、やれるかやらんかじゃないんですよ。やるか やらないかなんですよ。ああ。うん、めちゃくちゃ今のところ順調ですもんね、うん、反対側めちゃくちゃ綺麗になりましたもんね、うん、いろんな人がね言ってますけど、はい、やれるかやらんかじゃなくてね、やるって決めればいいんですよやるって決めたらね、やるしかないんでね。ああ、僕は覚悟してやったんで絶対やらんの状況に追い込んだんで、剥がしたらもうやるしかないからね。そうです、剥がしちゃいましたからね。はい。あ、でもこれもやっぱり多すぎも良くないな、多分。ああ、そうですか。多分難しいですね。隙間が多分、はい、段になると思うんで。ああ、なるほど。難しいですね。おそらくね。多すぎも良くないような気がするな、これ。日々勉強ですね。はい。まあ、職人じゃないけど。いや、役に立ちますからね、こういうのやっとくと。そうやね。自信になるしね。はい。なんかあっても、はい、あ、できるよって。はい。やったことあるからっつって。はい。言えますもんね。ね。これもね、180の。はい。90やったかな、まあ、はい、まあ、1畳分、はい、あれ買ってカットして、はい、あ、そうですか。うん、ペタッとくるわ。まあなんかこうやって見ててもそんな感じしました。さっきのあれをね。はい。すぐね、すぐ応用するんですよ。はい、ちょうどいい感じですね。もう隅っこだけ貼るかな。はい。養生テープ。はい。はい。はい、左右と、こことね、あと天板と、4面か。いい間に仕上がると思うわ。はい。初めてやるけど。器用やな。ほんと器用ですよね、うん、この、うん、立派なあのオーディオラックも作りましたしね。あんまり近くに見たらあら目立つけどまあでもこれ止めてないんですよ。あそうですね、ビス売ってないんですよ、はい、重ねてあるんで、うん、ね、重たいから、はい、それでいけるんですよ、はい、いやさすがですね素晴らしいですよ、センスやろな。コンテンツが怒られる。あんま言い過ぎは良くないです。まあ調子乗らないです。いや手放したくないね本当に。そうですね、こんだけやっぱ手かけると。多分これ行くと思うんですけど。はい。お客さんのところにね。はい。まあその方もね、今若いね、俺より年下なんで。はい。まあね。大事に使ってもらえば。そうですね。はい。ご商売始める、飲み、バーかなんか始めるんで、はい、
おそらくね、決まるとこれになると思うんですけど、はい、でレコード聴けるような、はい、飲み屋になると思うんで、はい、そこで聴けると思います、はい、納品もね、どんどん取ろうと思うんで、はい、またね、もし決まればまたご紹介、そうですね、しますけど、はい、天板、はい、まあ切ってないよ、ね、やってました。楽しいですね。楽しいですよね、本当に。僕はね、なんか蘇っていく感があって。そうだね。皆さんどうですか。エッジがダメになって捨てる人もいるんじゃないかな。あで、キャビネットも、ね、はい、あるし、はい、直せますよ、はい、本当に自分でやったら愛着もあるしね。そうですね、うん、ぜひやってほしいな、はい、なんか今 DIY してるんですか。今そうですね、撮影中ですね。直しようです。この春前あれだったんですよ。ああ、あれはやっぱ懐かしい系の色しとるよね、はい、あっちね、剥がした感じですね。剥がしたんや。で待って、また新しいのあったの。そうそれが YouTube になるのね。だってキャットタワーでっこかった。ああ、めっちゃいっぱいあった、びっくり。あ、いいよ。うん、サブでも入れたいわ。そう、それはすごいです。お邪魔します。はい、元気さん、元気さんって話です。なんか本当いいですよね、アットホームな感じで。猫見に来たんですか。ああ、うん、これカッターって言うんですよ。
ちょっとやってみて分かったのが、はい、一気にいくより、はい、ちょこちょこっともう切り込み入れてしまってやった方が、あ、なるほど、早いと思う。 0.95 ミリの厚さなんですけど、はい、はい、ね、オリジナル気にならんかった、オリジナルのね、そんなの気にならんかったら、はい、ね、もしボロボロの取ったら、そうですね、自分で直したら、はい、愛着湧くし、はい、いろんなね、スキー板を取るんで、そうですね、奇抜なやつね、ポップにした方はポップにすればいいし、はい、遊べると思いますよ、はい、ね、奥さんに評判悪かったら明るい色にすればいいしね、はい、可愛くね、はい、無言にやってしまうけど、はい、飛ばしします、飛ばしでしょうか、はいはい、はい、最後ね、貼ってないけど、はい、バンバンでしょう、はい、最後ありますか、はい、はい、剥がしたいけど、そうですね、地味だと思うよ。いや、でもこれまたちょっと個人的に見返すのが楽しみですよ。あとね、僕的にはね、あんまり短い動画好きじゃなくてね。ああ。あのダラダラとね。ああ。見てもらいたいなって思いもあって。あんまり編集ではカットはあんましてないんですよね。はい。まあ、僕はそうなんですけど、お酒飲みながら、はい、ゆるい動画見るの好きなんですよ。ああ。そんな感じで見てもらえたらいいかなって、勝手な僕のあれなんですけど、はい。皆さんどうですか？いや、いいと思いますよ。ね。テレビ本当にメイクになったからね。ああ。まあ、僕もあれですね、 YouTube ばっかり見てますね、うんうん、テレビって本当に見なくなりましたね。あとはね、能登の震災の後なんですけど、そうですね、被災した人ね、はい、大変だと思うんですけど、はい、僕らだからといって僕らがね落ち込んだり、はい、あれしてもどうもならないんで、はい、僕ら逆に元気だって、はい、その元気玉じゃないけど、はい、その波動ってあると思うんですよね、はい、
そういった元気な、そういったエネルギーを僕らが楽しんで、はい、出した方が多分いいと思うんですよ、うんうん、スピリチュアル系の話になるけど、なんかね、はい、黒龍、龍が現れたって話もあるからねこんな話であれかもしれないけど結構スピリチュアルも好きなんで、ああ、まあ、目に見えん力っていうかね、うん、あると思うんですよね。ぜひそういったチャンネルも見てもらったら、はい、いろんな、ね、コロナから始まって不安に思っとる人もおるかもしれんけど、ぜひいろんな情報をね、はい、仕入れてもらったら、はい、そんな不安ばっかりの世の中ではないと僕は思います、うん、はい、はい、ありがとうまあそれもね、僕がこんな感じなんで、はい、ね、こんな嫌やったらねこんな人がおるの嫌やったら、はい、ね、どうなるからね、うんそんなんやったら運動ってなるかもしれないけどまあそれはそれでしゃあないと思っとるんで、はい、万人受けするつもりないするつもりないんでまあどこにもないチャンネルを目指してますもんね。目指しとるわけでもないんやけど、俺がそういうタイプやからそうなってしまえんてねかぶらんとなってしまえんてね、ああ、でもひいきもしたくないし、ああね、まあ、メガさんと付き合いあるけど、はい、極力ひいきめな感じでは、まあ、リアルをリアルを届けたいんでね、はい、だから基本的には展示物は気に入ったものしか展示はしてないですね、はいはい、いろんなメーカーさんのでもまあちょっとね高いからこのぐらいでいいかなっていう妥協点の商品もあったりもするけど、はい、結局僕は調整するんで、はい、あのね、何とでもなったりするんですよね、うんうん、まだこれまあまあまあ何とでもなるんですよ、ああ何ともなるし、結局楽しめるかどうかなんですよね。ああそうですね、うん、はい、もうそれにつきますよね、うん、はい、たまに腹に立つ動画もあるけど、まああの何言ってんのかなと思って、ああ日本人はデータが好きやからね、ああまあまあまあデータにないものがあるんでね、ああ変わらん、なんかね、何も変えても変わらんとかね、ああまああるかもしれない、うん、言っとるのも見たことありますけど変わりますからね実際問題僕は言いますよ嫌われてもいいかそれもリアルなんで、ね、あ, あっちはあっちでリアルだと思っとるやろうけどね、あまあまあまあ、うん、実は僕体験しとるんですね、あ、うん、分かる人分かるんですよ、はい、まあ そんでいいと思いますよ、分かる人分かるんですよ、もう、うん、そうなんですよ、だから僕らね誰でも合わせるつもりないそういうことですよ、まあ、まあ感じ取ってもらえてると思いますあのこのオーディオファミリーチャンネルを見てくださってる方々は、うん、そういう方々が多いと思いますよ、なんか敵は作りたくないんですけど、はい、どうしてもねなんかすごく偏りがあるかもしれないし、結局でも僕は公明正大に見とると思います、まあ、まあそうですね、いろんな意味で、はい、それを感じ取れるか、感じてくれるか感じてくれるか、分かる人は分かるし、分からない人は分からん、しゃあないっすわ、はい、まあ、でもおかげさまで登録者もすごい結構あれですもんね、そうですね、はい、うん、ありがたいですよね、うん、そうですね、まあこんな感じで、はい、一本、はい、あとまあ微調整、微調整っていうか、そうですね、カルワナ、まだまだあの、ワトコとかね、そうですね、オイル系は塗ったりするんで、はい、また仕上がりまた、はい、動画アップしますか、はい、はい、
ということで今回は、はい、ここまで。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。